岸田総理大臣は熊本県で開かれた国際会議に出席しウクライナ情勢について国際社会で結束して声を上げていくよう呼びかけました。ロシアによる非道な侵略を終わらせ平和、秩序を守るため国際社会が一致して声を上げ力による現状変更の試みは許さないということを示そうではありませんか。 サミットで岸田総理はその上で国際社会は正念場を迎えていると訴えました岸田総理が出席したのは水不足や水害といった水に関する問題を議論する国際会議でカンボジアやツバルなどから首脳級が参加しています岸田総理はこの場でアジア太平洋地域で水環境改善のためのインフラ整備を進めるなど5年間で およそ5000億円の支援を行う方針を示しました。